デュッセルドルフ・シュタットバーンは、ドイツの大都市であるデュッセルドルフ及びクレイフェルト、デュイスブルグ、ノイスなど近隣都市を結ぶ、近く間を有する路面電車の系統の名称。1898年に開通したヨーロッパ最古の都市間電気鉄道をルーツに持ち、近く間の開通を経て1988年から、シュタットバーンとして本格的な運行を開始した。 2021年現在、デュッセルドルフや周辺都市の公共交通機関と同様にラインバーンによって運営されている。ライン川沿いの都市であるデュッセルドルフは産業革命の恩恵に加えて近隣の町を統合したことにより、19世紀初頭から後半にかけて人口が4倍に増加するほどに成長した。この都市と隣接する 郊外都市を結ぶ交通機関を運営する企業として、デュッセルドルフの実業からによって、ライン川鉄道会社、現在のラインバーンが設立されたのは1896年3月25日であった。この企業の設立目的は、ライン川に橋梁を通し、対岸の都市であるクレーフェルトまで電気鉄道を建設することであり、1898年11月12日に、 橋梁の敷設が完了した後、同年12月15日に全長 22.2km の路線の営業運転が始まった。これはヨーロッパにおける最初の都市間電気鉄道でもあった。開業当初は旅客輸送のみが行われていたが、1899年からは貨車を用いた貨物輸送も実施されていた。また1901年12月21日には、 ライン川を挟み、デュッセルドルフと隣接するの椅子へ向かう第2の路線も開通した。双方とも多数の利用客に恵まれ、クレーフェルト方面の路線だけでも開業2年目となった1899年の年間利用客が108万人であったものが、1904年には416万人に増加した。さらに、沿線の不動産業も盛況となり、 これらの実績を受けて1907年以降、デュッセルドルフ氏も株を所得し、運営に参加することとなった。だが、第一次世界大戦の勃発によりこれらの路線もは、労働力の徴兵や電力不足に直面し、メンテナンス不足による状態悪化により、複数の車両が運用を離脱する事態となった。また、食料を不足を補うための配給物資の輸送も、 賄うこととなったほか、施設には、臨時の調理施設も設置された。ドイツの敗戦に終わった戦後も混乱は続き、1919年には、従業員によるストライキが勃発する事態も起きたものの、1920年代以降は、経済の復興とともに、都市間鉄道も再度発展を遂げ始め、ライン川を渡る橋梁が建て替えられ、線路が専用軌道に改められたほか、 1924年からは、クレイフェルト方面の路線で、食堂車の運行も始まった。さらに、同年代以降、デュッセルドルフの北に位置する都市、デュイスブルグと接続する都市間電気鉄道を建設する動きが起こり始めた。この両都市には1899年から1900年にかけて開通したデュッセルドルフ・デュイスブルグ警弁鉄道という路面電車路線が存在したが、 利用客の増加に加えて、施設の老朽化のため事故が頻発していたことから、高規格化が検討されるようになった経緯を持つ。土地の買収などに手間取ったものの1924年から本格的な工事が始まり、1926年4月20日に営業運転を開始した。しかし、第二次世界大戦の勃発はこれらの路線にも大きな影響を与え、徴兵による、 人員不足を補うため女性運転士の投入や連合国軍の捕虜の労働者としての投入も実施された。そして1940年以降デュッセルドルフは攻撃の対象となり幾度となく勃発した空襲の中でも路線網の運行は続いたものの1945年3月の空襲によりデュッセルドルフ市内は甚大な被害を受け同年3月8日に これらの路線網がすべて運行を休止する事態に至った。戦後のライン川鉄道会社の歴史は戦争で破壊された路線網の復旧から始まった。資材の不足や食料難など幾多もの課題を抱えながらも同事業者は労働者への支援をはじめとした支援を続け、1948年にはクレーフェルト方面の路線で食堂車の運行が再開されるほどにまで復興を 遂げた。1950年代以降、デュッセルドルフ市内の路面電車とともに、近隣都市へ向かう、長距離系統も発展を遂げ、同都市に本社を置く、デュッセルドルフ車両製造制の連接車が多数、導入された。また1949年以降は、クレーフェルト方面に加えて、デュイスブルグ方面の系統でも食堂車の運行が、始まり、 再三面の問題で1962年にクレイフェルト方面での営業が終了して以降も軽食や飲料物の提供が続いた。その一方でモータリーゼーションの進展による自家用車への移行や人件費の増加により、1960年代以降、ラインバーンは損失を抱えるようになり、公共交通機関の今後についての議論も盛んに行われるようになった。 そんな中、激化する道路の混雑を避け、デュッセルドルフ市内中心部の路線を地下へ移設する計画が1968年にデュッセルドルフ市議会で採択され、1973年から工事が始まった。そして、1981年10月3日に最初の地下区間となるデュッセルドルフ北部のケネディダムオペラザマが営業運転を開始した。 この路線はそれまでのラインバーンの路線と異なりプラットフォームを高くしたため、開通に合わせて導入された新造車両や改造車両は地上、地下双方のプラットフォームに対応するため、折りたたみステップが搭載された。その後も引き続き計画されていたトンネルの工事が、続きデュッセルドルフ創設700周年を迎えた1988年に市内中心部を通る、 近く間が開通した。これに伴い、クレーフェルトやデュイスブルグ方面の路線網についても、高規格化が実施され、デュッセルドルフ・シュタットバーンの本格的な営業運転が始まった。また、クレーフェルト方面の食堂車についても1989年から営業運転を再開した。最初の路線が開通して、以降もデュッセルドルフ・シュタットバーンは、近く間の建設や、 従来の路線網の転換により拡大を続けている。まず1989年からは、デュッセルドルフ中心部の商業センター駅ケトビガー、通りを経由する近く間の建設が始まり、1993年の開通と同時に、同区間を通るノイス方面の系統が、シュタットバーンに転換され、所要時間が7分短縮された。2002年には、ケルナー通りを通っていた。 地上線が近く間へ移設され、デュッセルドルフ南部へ向かう系統の走行時間の短縮が実現した。これらの系統は従来の路面電車路線を高規格化した上で、高床式プラットフォームに対応した電車が導入されていたが、2007年から建設が始まったベイヤハーン線と呼ばれる全長 3.24km、デュッセルドルフの東部と南部を結ぶ新たな近く間については、 低床式プラットフォームをはじめとした従来の路面電車規格が導入された。これは道路が狭く単線区間が存在したデュッセルドルフ市電の一部を地下へ移設することによる高速化を目的としたもので車両についても超低床電車が導入されている。このベアハーン線は2016年2月20日から営業運転を開始し開業初年の2016年度だけでもラインバーンが 運営する鉄道網の利用客数は2億2000万人と前年度から1.2%増加し、運賃収入も4.4%の増加を記録している。その一方、長年営業されていた食堂車については、利用客の低迷や運営費の高騰により、デュイスブルグ方面からは1998年、シュタットバーン化に伴い再開されていたクレイフェルト方面についても2014年に、 営業運転が終了している。2020年現在、デュッセルドルフ・シュタットバーンは、デュッセルドルフや周辺の各都市に以下のような大規模な路線網を有しており、全系統ともかしら文字にドイツ語で地下鉄を意味する U が付けられている。これらのうち、クレーフェルト方面へ向かう系統は、クレーフェルト市内でクレーフェルト市内への直通運転を実施しているほか、 デュイスブルグ方面へ向かう U79 号線についてはデュイスブルグ交通との共同運営が実施されている。シュタットバーンを含めラインバーンが運営する公共交通機関の運賃は同社が加盟しているラインルール運輸連合の料金体系に基づき設定されている。同連合ではゾーン性に基づいて料金が設定されておりデュッセルドルフ市内のみ 乗車の場合は2.9ユーロ、隣接都市へ乗車する場合は6ユーロが必要となる。また、4駅間が利用可能なカーズストレックと呼ばれる乗車券も1.7ユーロで発行されているほか、24時間及び48時間、1ヶ月間有効な乗車券、夜の時間帯に利用できるハッピーアワーチケットが発行されている。運賃の支払いには信用乗車方式が用いられて、 おり、利用客は乗車の前に国印機で、乗車券に国印をする必要がある。乗車券は、券売機に加え、スマートフォンなどを用いインターネットから購入することも可能である。2020年現在、デュッセルドルフ・シュタットバーンで使用されている車両のうち、ラインバーンが所有しているのは以下の形式である。これに加えて U79 号線では、 デュイソブルク交通が所有する B80C も使用されている。デュッセルドルフのシュタットバーン建設に際し、騒音や振動、工事による交通渋滞などによる住民からの不安や反発を抑え、近く間建設へより親しみを持ってもらうため、1973年にユーダックスという名前のアナグマをモチーフにしたマスコットキャラクターが制定され、 ヒルデン在住のデザイナーであるジョカ・フリードリヒによりデザインが行われた。白黒の模様を体に持ち、青色の衣装や安全帽をまとうユーダックスは、近く間の工事の進展に合わせて様々なポージングが取られたデザインが発表されており、2007年から始まったベアハーン線の建設に際して発表されたデザイン以降は、目の周りの模様が変更されているほか、体格も スリムになっている。ユーダックスは、シュトットガルト・シュタットバーンのマスコット及び広告塔として人気を博しており、皇室ゴムによって作られた人形も制作されているが、これは特定のイベントなどでの配布品であり、一般販売は行われていない。2020年現在、デュッセルドルフ・シュタットバーンには、以下の新規系統及び新規トンネルの建設計画が存在する。 2020年10月、ラインバーンは、デュイスブルク交通とともに、長年にわたり使用されていた B 型電車の置き換え用として、シーメンスが展開するアベニオ HF を導入することを決定し、同社と契約を結んだ。オプション分を除き109両が導入される予定で、2020年代前半以降製造が開始される。ありがとうございます。